はい、かくすけです。続けていきます。すみませんね、今回も続けているので、声がね、ちょっといつもよりおかしいですけども、ここはまだ集落ステージね。くねもにせ、ちょっと、うわー、ザニュリリーでしたね、さっきのはね、行き過ぎたな。あ、エネルギー切れか。あれ、早くないかな。嫌ですね、そんなに。もう熱とかないのに、喉にだけ残ってね。イエロースパイスはもっと高く買ってくれるとこがあるでしょう。レオユリ製だっけ、どっかいいとこ見つけましたよね。加熱時じゃないな。はい、いいね。あ、ブルーもまあいいでしょう。レッドを高く買ってくれるとこが欲しいですね。チビは絶対無理だからな。こっちの方に行こう。またね、同じところね。この人にも売ってみましょうか。あ、ここ赤だな。ここでなら売れるかな。トレード。おお、はあ、こりゃ素晴らしい。レッドスパイスを高く買ってくれるの嬉しいな。おお、じゃあ何か欲しい。あ、これ買おう。お、高いけど買います。購入。あれすでに持ってた。強くなるのかな。あー、ちょっと失敗したかもしれないな。でもこれも売ってあるもんね。まだ強くなるのかな。どうだろうな。お、あー、やったね、バッチ手に入れました。お、貨物室増やせますね。ちょこちょこね、貨物室もいっぱいになりますからね。マイコレクションからバッチ。もうすぐ取れるのは何かな。青函移動ドライブ。800回移動、あと100回。いつの間にかって感じですね、これは。アーティファクトは、そんな簡単に見つけられるものじゃないもんな。あー、コロニー増やせってね、そういうことね。探索。あ、ミッションあと1個ですね。じゃあコロニー増やすのと、ミッション増やを1個クリアするのと、冒険ですね。この3つですね。じゃあミッション受けましょうか。ここに行って、あ、ここ誰もいない。ここも誰もいない。ここ誰？お、知らない人だ。接触できます。よそ者信用できないとか、この人。名を名乗れ。はい、自己紹介で、マイナス10か。ミッション受けましょう。はい。うわー、6年端物に寄生するのにうんざりして、ここに出ることにしたのさ。ここを出ることにしたのさ。うわ、テラフォームスコアをレベル3まで上げておいてくれ。きついなー。あー、そっか、そんな難しいこと。難しい。あー、断った。あー、ごめんね。力、
常に強く、ただ一つだけの石ころではない。うん、なるほど。いや、力でいく系ですね。きついなこの人は。まあ、まだ信頼。お、ん？あ、ここは文明ステージか。ここは、あ、かまどばせ。これちょっと珍しいとこなんじゃない？わ、違った。普通のとこでしたね。誰？あ、この人か。ここは？あの、ピンクスパイスがありますね。ここにも誰かいる。おお、あ、さっきの人かな。わからないな。ここは？うん、文明ステージね。ここは？うん、何もない。何もない。入ってみよう。ああ、このタイプか。新しいとこじゃないですね。お、誰かいますね。ああ、この人か。はい、うん、アレスヤグ星。ここは、ホホメイ星系は？ちょっと珍しいんじゃない？ほら、珍しい銀河の形態を発見しました。やった！はい。誰もいない。はい。おお、ここら辺結構未開の地ですね。ちょっとこれに建てようかな、この辺り。お、ここ珍しいんじゃないの？よしよしよし。これ誰もいないね。じゃあこのお宝をいただきます。うん、いただきますよ。うん、ここは T、 あー T0 か。へー、うわわわわ、危ないな。うん、危ないところ。おお、水色の衝動石。ちょっと漢字が読めないのって恥ずかしいんですよね、こういう時にね。はい、あ、罠でした。あー久しぶり。何も考えてなかったぞ。あ、ポッパー帝国からの更新ですか。あ、あれ、あれが終わりましたってことですね、多分。じゃあ取ってから行きますよ。じゃじゃじゃ、はい、行きます。え、でもここほやん、あ、ほやんほやしてたのは罠だったのか。じゃあポッパーとの更新、多いな、更新できないな。でも多分それですね。これ何？あー、すごい、え、すごい。あ、ちょっとやばそうだぞ。え、さっきのなんだろう。レアアイテム、メルヘン惑星。触手、この惑星はあなたから離れませんね。うん、銀河オブジェクトかな。うん、はい。あ、さっきのブラックホールですよね。やっぱ危なそうだったもん。その巨大さから光さえ捉えられてしまうほどの十分に強力な重力を持ち、対しては破壊した、うん、ああ、崩壊した星によって生まれる宇宙の領域です。ブラックホールに落ちた物質は加速され、凄まじい熱が加わり、その過程で大量の放射能を発します。なるほど、ちょっとやめとこうかな。喉が今日は読むのに適していない喉なのでね。あれ、どっち向きに行ってたんだっけ。ここら辺適当に行ってましたよね。まあいいか、エナジー切れなんで。あ、ここはブラックホールだから危ない。うん、ここに入って、
母性に帰りましょう。帰りの切符でね。はい、帰りの切符。いろいろできましたね。集めたいぞ。よし。で、チャージリチャージトレードの、なるほど。あれね、貴重な像コレクションとかね、ああいうのコロニーに配置できるらしいんですよね。はい、ポッパー遅くなったね。あ、資金が、うん、やっぱり買えるようになりましたってことですね。うん、手を売りせ、じゃあヤンスン製で売りますか。欲しいな。でも10万円でもダメだったからね、ここは。はい、はい、ウルクアマリンズ、売るか配置するか、1個配置してみますか。ナミセブ製にね。お邪魔します。みんな頑張ってるかい。ちゃんとビークル作ってるかい。ちょっとね、砲塔を立ててあげようね。おー、作ってるね。あ、これか、懐かしいな。アヒルさんのね。これ、飛行ビークルって何の意味があるんですかね。多分、スパイスを集めないと思うんですけど。守りかな。あ、Tスコアが低すぎます。そっか。あとミッションも1個受けてね。じゃあここで受けようか。ミッション。あ、テスコア制で攻撃。攻撃系はちょっとね、無理ですね。じゃあね、あんまりそこまで仲良くなってない人との、ミッションを受けたいです。あの人とかね。 OK、 この人、目が3つの人、この人。はい、あ、やっぱりそうですね。ミッション、はい、足が根付いてしまいました。攻撃的な動物は他の動物を攻撃するだけでなく市民にも脅威になっています。はい、これは動物を攻撃するだけですよね。暴れ回る動物たちを完全に手に負えなくなる前にこのミッションを素早く完了する必要があります。プリフェブ星へ向かってください。ヘアビア星系、プリフェブ星ね。 OK、はい、のプリフェブ製ね。お、ちょうど何かありますしね。あ、宇宙海賊か。ちょっとそれよりもそういうことがあるんだよ。こっち、あ、これですね。いいぞ。ヘイヤーがいましたよ。あの洋梨みたいなね。あとこっち、いた。あれ、よし、他はあと1匹。あ、いた。はい、あ、ザニュリリ。発見。こっちで、あ、死んでる。じゃあ、あれです。 OK、 これで仲良くなれるかな。戻りますよ、戻ります。はい、ただいま。
ちゃんとやってきたよ、今回は。うん。あ、仲良くなった、よかった。グレードしてみようかな。お、レッドスパイス高いですね。貯蔵量じゃなくて倉庫をちょっと大きくしようかな。いろんなところの連れて行きたいですからね。大気圧も上げるのもいいですけどね。そっか、文明開化もさせないとダメですね。買ってみますか。あ、これも売っちゃえ売っちゃえ。あれね、図鑑には残ってますからね。修復もいいんですけども、あ、スーパーバッグも買っとこう。購入、金遣いが荒くなってきましたよ。倉庫はないですね。スーパーバッグも1個、さよなら。やったね、ミッショニスタ。火山メガ修理、修理パック。エネルギー貯蔵庫はアップグレード最大になりました。やったね。あ、亀さん、あ、もうちょっとですね。じゃあ、あっちの方のね、いろいろあるところにね、立ててみましょう。この赤いの何？この赤いの。あ、知り合いのとこね。いいね。ここの人と早く仲良くなりたいですね。ここの人は？なるほど。あの人はちょっとね、攻撃的なんでね、あまり仲良くなれる自信はないですね。こっちは？あ、いい人ね。ここは？この人いろいろ勢力広げてますね。ここら辺に作ってみようかな。ここの、あ、青か、全部緑がいいんだよな。カニ元製とかいいんじゃないですか。財務場製、ゲムスポ製、サイルア製、カニ元製にしましょう。遠くまでね、広げていってね。はい、クリーチャーステージですから T1 のはずです、少なくとも。いいですね。ここら辺に、ここら辺に立てたらいいかな。スーパーパックドン。これでね、スパイス3つ取れそうですよね。よーし。あ、もうすでにいて、あと肉食だけですね。肉食を配置します。はい、陶器。どこに何、さっきの落ちるんじゃない？さっきの落ちてない？すっごいこっちの方に来ましたよ。でも配置できてない。なんでこっちに来るの？これはこれはちょっと一回出て戻ってで、バグですね、さっきの。多分ね、びっくりした。どこに置いたっけ。ここね。ドンキーがちょっと犠牲になってしまったな。
でも死んでしまいますって出なかったから死んじゃってはないのかな。はい、家建てます。ラリルレロ。そっか。うん。はい。こうしてね、その上にこれかな。丸いとちょっと扉が立てにくいんですよね。こうしよう。あ、ちょっと主張しすぎかな、やっぱ。これにしましょうか。うん。そして、これ積み木みたいですね。これってあんま使ったことないですよね。これは妖精さんのお家みたいな感じになってますね。で、これ懐かしいな。最初のね、シティホールの扉がこれなんですよね。そしてこれがあって、うん、あれ、どの、あれどれだ、あ、これか、これこれ、うん、うん、これ前の方がいいんじゃないね。うん、いいですね。うん、すごい眠そうな顔してるみたいになってますけど。で、機能をこっちだな。これつけて、そしてこうです。うん、大きくしてね。うん、こんなもんでいいんじゃないですか。よし、ちゃいますか。うん、せっかくなんでね。はい、はい、うん、あ、違います、こうですね。よし、オッケーちょっと囲いきれないところもありますが、それでまあ、こんなもんですね。うん、こんなもん。ペイントモードで可愛い感じに、この感じでね。はい、ラ、ラ、ラシコン。よし、オッケーです。はい、お家は、遠いところに建てたいんですけどね。じゃあ娯楽施設ね、次は。あ、時間が長いな、今回。これを建て終わったら終わります。うん。うん。で、これを大きくして。違うな。違うな。うん。謎の片方だけ。うん。あ、違います。こう。うん。でね。でちょっと遊べるようにしたかったんだけど、そっか、これ娯楽施設だからディティールが違うんですね、さっきのと。うーん、そっか、じゃあここで花でも栽培しよう。うん、いいでしょう。ドアはね、縦長な感じでね、こっちにあります。ぜー、うわー、
ちょっとやりすぎだな。うん。うん。ドア大きすぎるね。やっぱり隣よりもちっちゃくないとダメですね。そしてこれ違うね。これかな。違うな。これだな。いいね。まあでもいつも同じのばっか使いますからね。後ろはいった。3本線を置きます。違うな。これちょっとね、花屋さんっぽいんですよね、娯楽っていうより。まあつけますけどね。うん、こんなもんでしょう。謎のよくわかんないやつ。はい。あ、この感じで。こっちだな。はい。リ。リジ。リ。リ。リ。両。両手。娯楽なのに。よし。うわ、急げ急げ。工場適当に作りますよ。これをね伸ばして、オッケー。伸ばして、先っぽをこれつけて、で、ねえ違うな。入り口をつけて、伸ばして、全然伸びないな。で、よし。パワーコンバーター、ピストンプッシャー、ファンシーファン、メタルキャップ。スポッティライトでも当てましょう。ビームね。これでいいでしょう。ずれてる。ずれてるよ。まあこれでいきますけどね。お、ちょっと美味しそうですね。ルシュルルルルビー、オッケー。30分になっちゃうぞ。急ぐぞ急ぐぞ。こっちに立てて、こうして、工場立てて、ここに家を建てる。で、ここに娯楽施設を建てる。完璧。砲塔が建てられなかったけど、ビークルは次回ですね。うわー、今日作るのか。いや、ビークルも適当に作っちゃうぞ。 OK、 陸上ビークルですね、これですね。急げ。あ、ちゃ、これでいきます。これでいって、で、次のね、これをね、もりっと、でっと、よし、いいですね。あ、ちゃ、まあいいや。いいや。
まあまあまあ、性能に違いはありませんから。ふい、うん、はい、はい、ねえ、うん、海っぽい感じでいきます。はい、オッケー、レボリューション、よし。空はいりませんいりません、ずっと。それではこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。